シュラマル。ちょっとナルミさん、今日の態度どういうつもり？今日の態度って何のこと？今日はママ友との食事会だったのに、なんで自分だけ早く帰るの？他の人の迷惑とか考えないわけ？昼から用事があったから。ママ友との用事よりも大切な用事なんてあるわけないでしょ？今すぐ帰ってきなさいよ。私は用事があるって言ったのがわからなかったの？というか、ミチルさんキャラ変わった？私は最初からこんな性格だけど？前はそんなじゃなかった。優しくて話しやすい人だなと思ってたのに。もしかして、LINE では性格が変わるタイプとか？実は私、一週間前からボスママになろうと思って。は？だから、私はここいらのママを仕切るボスママになるの。だからこれからはみんなに舐められないようにしようと思って。ちょっと何言ってるかわからないんだけど。だからこれからは私の言うことは絶対口答えしたり逆らったりしようとしないで。あなたの指図を聞く筋合いはない。だいたいボスママってどんだけいるのよ。あなた以外にも私はボスママだっていう人最低でも3人ぐらい見たわ。ボスママなんていないでしょ？自称ボスママの人たちはみんな引っ越していったからね。だから私がボスママになるの。好きにやってくれていいけどさ、私を巻き込まないで。ボスママでも何でもなればいいよ。なら私の言うこと聞いてくれる？もちろん聞いてくれるんだよね。だからあなたの言うことは聞かない。ママ友って対等な関係でしょ？なんでそこで言うことを聞く聞かないになるの？やっぱりなるみさんは強情。あなたみたいな人は簡単に屈さないと思ってたわ。早めに声をかけて正解だった。はあ。いいから私の言うことは聞くって約束しなさい。もう頭痛くなりそうだから LINE 終わる。それじゃ。あ、待ちなさい。私の名前はなるみ。タワマンに住むシングルマザーです。私は小さい頃から変な人に好かれやすい体質で、それは大人になった今も変わっていません。今 LINE をしていたのはママ友のミチルさん。彼女は以前は優しくて話しやすいタイプだと思ってたんだけど、 LINE をしてみたら大違い。いきなりボスママになるなんて LINE が来て、本当にミチルさんなのか疑うレベル。ボスママでも何でも好きにやればいいけど、私には関わらないでほしいわ。なるみさん、今度旅行に行くんでしょ？実は私も旅行に行こうと思ってるんだけど、なるみさんが行くのってどこなの？なんでそんなこと言わないといけないの？ボスママの言うことが聞けないの？参考程度に聞いてあげてるんだから、さっさと答えなさい。ああ、静岡静岡。嘘つき。ああ？あなたが旅行に行くのは山口県だってこと知ってるんだから。そう。ならわざわざ LINE で聞かないで。山口県のどこに行くの？出発時間とどの飛行機に乗っていくのか教えてよ。ボスママの私が言ってるんだから言うこと聞きなさい。バカの一つ覚えみたいにボスママの言うことを聞きなさいって。それ以外のことは言えないの？え？私が旅行に行くも行かないもあなたには関係ないし、なんで教えないといけないのかも謎。旅行に行くなら勝手に行って、私には関係ない。え？でもほら、できれば教えてほしいなと思っただけなんだけど。教えたくない、以上。そんな、だからボスママの。ボスママの私の言うことが聞けないのでしょ？う、もう聞き飽きたって。耳タコだわ。私はあなたのことをボスママだとも思ってないし、言うことを聞くつもりもない。一年間あなたを見てきて、そんな変な人じゃないと思ってるから、まだ LINE をしてるけど、もしこれ以上ふざけたことを言うならブロックさせてもらう。いや、ちょっと待って、私はただ旅行に行く日程を聞いただけじゃない。今までもそうやっていろんな悪巧みをしてきた人がいっぱいいる。旅行の日時や食事の日時を合わせて便乗しようとしたり、そんな人を見てきたから簡単に教えられない。友達運なさすぎでしょ、なるみさん。私、変な人に絡まれやすいから、他人のことは信用しないようにしてる。そういうことだからまた。あ、ちょっと！早くいつものミチルさんに戻ることを願ってる。私はボスママだぞ！2週間後。残念だったわね、なるみさん。あなたの山口旅行の情報を手に入れたわ。探りを入れるために LINE をしたけど、あなた全然教えてくれないんだもん。他の人に聞いて情報収集しちゃいました。またその話？風が長引いてるみたいだね。風？あなたがアホみたいなことを言い出したのは、風邪をひいてるからだって自分に言い聞かせてる。え？私あなたのこと嫌いじゃなかった。そうな
なの？前も言ったみたいに私変な人に好かれやすいからさ。普通に話せる友達って数少ないんだよ。なのにあなたは急におかしなことを言い出して、前のミチルさんに戻ってくれたらいいなと思って、風邪をひいて脳みそがバグってるんだって自分に言い聞かせてる。なんかそれって遠回しにディスってない？だって今のあなた変だもん。ボスママだとか言って大きい態度をとって、恥の上塗りをしてることに全く気づいてない。だって私はボスママだもん。って、あ、そんなことより私も今日山口県に旅行に行くの。それで、あなたがママ友20人を連れて旅行に行くことは知ってる。でも残念だったわね。あなたの旅行には誰も参加しません。なぜならみんな私の旅行に参加してるから。私旅行なんて行かないけど。は？前から思ってたんだよね。旅行って何の話だろうって。でも、なるみさん、こないだ旅行の話否定しなかったじゃん。ごまかしてるだけで、今日はママ友20人と山口旅行だよね。私は今週どこにも旅行は行かないし、山口県にも行かない。変なこと言ってるなと思ったから適当に話を合わせていただけ。本当に旅行行かないの？だいたいさっきも言ったみたいに私友達が少ないし、あまり大人数での行動って好きじゃないから、20人も呼んで自分から旅行に行こうなんて言うことない。確かになるみさんはあんまり団体行動好きじゃないイメージ。じゃあもしかして本当に本当の本当になの？さっきからそう言ってるでしょ。なるみさんのところ行かないように旅費は半分出すって言っちゃった。何やってんのあんた、本当にアホなの？そうしたらみんな参加するって言ってくれたんだもん。これでなるみさんは一人寂しく旅行するんだと思って、ざまあ見ろと思ってたのに。20人分の旅費の半分って結構な額じゃない。そんな額大丈夫なの？大丈夫なわけないでしょ。そうだ、ここの金額なるみさんが出しなさい。はあ、どちらかというと私被害者なんだけど。だってなるみさんはタワマンに住んでるんでしょ。それぐらいの金額なんともないよね。ね、私を助けると思ってお願い。全部自業自得。今回のことで少しは頭を冷やして、その長引いてる風邪を治すこと。そんな。それじゃ旅行楽しんで。いやー。ゆりとみちるの LINE。 こんばんはゆりさん。こんばんはみちるさん。私に LINE してくるなんて珍しいですね。でも私もちょうどお話ししたいと思っていました。そうなんだ。前回山口県に旅行に行ったそうですが、どうでしたか？さぞ楽しい旅行だったんでしょうね。その話しないで。今考えただけでもイライラする。あら、すみません。ゆりさんってなるみさんと仲がいいんでしょ？なるみさんのどこがいいのか教えてよ。なるみさんはとても優しく正義感の強い女性です。1年前、私のことも痴漢から救ってくれました。ああ、なんか聞いたことがある。でもたったそれだけでなるみさんのことを好きになったの？そんな当たり前のこと誰でもできるじゃん。その当たり前を当たり前にできるのがなるみさんのいいところ。勇気を出して行動することは意外と難しいことなのですよ。ふーん。でもなるみさんと仲良くしたことを後悔するんだね。はい？なるみさんと仲良くしたことを後悔するなんて一生ないです。そのなるみさんのせいで私に弱みを握られることになるのよ。どういうことですか？なるみさんに嫌がらせをしてやろうと思ったんだけど、彼女私の言うこと全然聞いてくれないの。何をやっても揺るがない心みたいなのでダメージ受けてる感じないし。なるみさんは強い女性ですからね。だからなるみさんの友達であるあんたを痛めつけてやろうと思って。なるみさんの友達ではなく親友です。別にどっちでもいいでしょ。友達ではなく親友です。だから別に。親友です。わかったわよ。なるみさんの親友であるあなたに嫌がらせをしようと思って。光栄です。はあ？なるみさんの親しい友達として最初に浮かんだのが私。それだけ私となるみさんの絆が深く周りにも認知されているということ。はあ、こんなに嬉しいことはありません。はあ、なんでもいいけど。でもそのせいであなたは私に弱みを握られることになった。私の弱みですか？あなたが不倫してることは知ってるわ。それから他のママ友に嫌がらせをしたり、会社のお金を横領したり、証拠は上がってるんだから。なるほど。バラされるのが嫌だったら
なるみさんにする嫌がらせを手伝いなさい。そんな私の情報をどこから仕入れたのですか？この人が全部教えてくれたの。私の協力者だから入ってきなさい。こんばんは。この人があなたがやった悪事を全部調べてくれたわ。何も気づかずにのうのうと過ごしてバカみたい。恨むなら、なるみさんのことを恨むのね。あら、うつぎ？仕事はもう終わったんですか？はい、お姉様。はぁ？ちょっと待って、どういうこと？うつぎさん、いつから私のことをお姉様なんて呼ぶようになったの？ああ、おめえのことなんか呼んでねえよ。私のお姉様はゆりお姉様だけ。は？え？ちょ、あなたは私の言うことを聞いてゆりさんの悪事を暴いたんじゃ。お前バカか。お姉様がなるみさんに嫌われるような悪事するわけねえだろ。それに私みたいな奴が探ったところでお姉様に勝てるわけねえし。面白いことになっていますね。これどういうこと？それにうつぎさんの話し方もおかしいし、あなたお嬢様でいつもはおしとやかな喋り方してたでしょ。うつぎの素の性格はこっちですよ。外で話すときはおしとやかにしていますが、あれは本当の彼女ではありません。それよりうつぎはこの人に本性を見せてよかったのですか？お姉様が目をつけたということは、こいつはもうここで生活はできないでしょ。だから別に素の性格がバレてもいいんです。確かにそれは一理ありますね。ここで生活できないってどういうこと？私はここ出ていかないわよ。お前の意思なんか関係ねえんだよ。お姉様が愛するなるみさんに迷惑をかけた時点でお前の人生は詰んだ。今までもそうやってお姉様はなるみさんを守ってきたんだから。どういうこと？なるみさんは私のことを痴漢から助けてくれた。なるみさんがいなかったら今頃私はあの男をにしてで捕まっていたでしょう。はい。なるみさんを助けるのは私の役目なので、なるみさんの周りに群がるゴミ虫の排除も私の仕事。あなたは害がない人間だと思っていたのに。いきなりボスママだとかふざけたことをのたまってなるみさんに迷惑をかけました。私の大好きな大好きな大好きななるみさんにどうして迷惑をかけるのですか？それはその、どうしてなるみさんを傷つけるのですか？いや、どうしてなるみさんに、どうして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 、うぎゃ、どいつもこいつも腹立たしい。落ち着いてください、お姉様。暴走してしまったらなるみさんに怒られてしまいますよ。あ、それはダメ。なるみさんに嫌われたら私は生きていけない。ちょっとうつぎさん、このサイコパスをどうにかしなさい。サイコパスだなんて失礼ですね。私に指図してんじゃねえよアホが。じゃああなたは元からゆりさんの仲間だったってことね。お姉様を敵に回すなんて頭の悪いことしねえよ。お姉様には絶対服従、それがここでの平和な生き方、わかる？確かにこんな人と一緒にいられない。とりあえずもうなるみさんには迷惑かけない。それで許してくれるんでしょ？本当はあなたにもいろいろと仕返しをしたいところなんですが、なるみさんはとても優しいのです。何の話？今まで普通だったあなたがいきなりなぜそんな風に変わってしまったのか、私に調べてほしいとお願いしてきたのです。なるみさんが？なるみさんは本当にお人よしですね。こんなやつコテンパンにしていつもみたいに引っ越しさせればいいのに。そんなの嫌よ。みちるさんのお子さん、翔吾くんとなるみさんのお子さんは仲がいいので、できれば引っ越しをさせたくないとのことでした。そうなんですね、お姉さま。はい。じゃあ私は命拾いしたってこと？助かった。その代わり、あなたにはある言葉をお伝えします。え？私今すぐ家に帰る。また改めて LINE する。それじゃあ。お姉さまは何て言ったんですか？それは後でわかりますよ。数日後、なるみとみちるの LINE。 この間は迷惑をかけてすみませんでした。冷静になって目が覚めました。本当にすみません。いつものみちるさんだ。風邪は治ったの？はい、すっかり治りました。本当にご迷惑をおかけして申し訳ありません。いつものあなたに戻ってくれてよかった。翔吾くんの元気がないって娘も元気がなかったから。その、本当にありがとうございます。おかげで旦那とも話し合いができました。それならよかった。
それじゃあまた今度。はい。皆さん何が起こったか分かっていないようですね。私が言った言葉は、あなたの息子さんがサンタさんへ頼んだプレゼントはママとパパの笑顔ですと伝えただけです。ミチルさんは仕事が忙しい旦那さんと喧嘩をしていじけていたみたいです。家の中の空気は最悪、夫婦で口は聞かないし会話もない。そんな彼女は外で当たり散らかしていたみたいです。まあそれも困ったものですが、旦那さんにも同じ内容を伝えて夫婦でしっかりと話し合いし仲直りできたそうです。本当になるみさんはお人よしなんですから。でもそんななるみさんがチュキ。みちるさんは夫婦喧嘩をして空気が最悪だったため外で当たり散らかしていた。もともと自暴自棄になると性格が変わるみたいで、仲のいいママ友はみんな知ってたんだって。あまり交流がない私は知らなかったんだけどね。だから山口県の旅行に実際に参加したママ友6人は旅行費用も自分で払ってたらしい。あーまたこの子家で何かあったんだな程度に思ってたらしいんだけど、すごいね。私だったら何回も繰り返してたらいい加減にしろって言いそうだけど、みんな私と違って優しいみたい。ボスママだなんだって話もはいはいすごいねって流して、人間の慣れって怖いね。ユリのおかげで仲直りできた夫婦はクリスマスを家族3人仲良く過ごした。後日謝罪の LINE と菓子折りが届いたんだけど、まさかそんな事情があったとはね。次からは巻き込まないでほしいけど、いつもの優しいミチルさんに戻って一安心。ユリ曰く、彼女が次こんなことをすることはありません。私がしっかりと見張って牽制をしていますから。だってならもう安心だね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。